豊かな自然に恵まれ、四季の移ろいに彩られた日本。その一方で、毎年のように起こる大規模な自然災害に関するニュースを多く耳にするようになりました。減災、防災の必要性が盛んに叫ばれる今日、異なる業界の第一線で活躍される2人の対談が実現しました。命を守るために何ができるのか、未来に向けてそれぞれの思いをお聞きください。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。やはりなんか宇宙がね、最初子供の頃ご興味があったって話聞いて、はい、私も子供の頃科学的なこととか、まあ、SF みたいなことが、ね、非常に興味があって、だそういうので、まあ、仕事もできればね、まあ、お茶の水博士じゃないですけど、はい、科学者になろうかなんて思ったんですけど、さやさんはいかがですか。大学3年生の時に気象予報士試験を夏に受けて、就職活動にまあギリギリ間に合うタイミングで気象予報士が取れましたので、それを活用する意味で気象会社とテレビ局を就職活動してたんですけども、でまあ最初に内定をくださった北海道の北海道文化放送というところに就職して、まあ気象予報士の資格も持ってましたので、災害担当キャップという立場で報道にも関わらせていただいて、やっぱりそのヘリで最初に行くと本当に川が氾濫していて、こうどこから道路でどこから川なのかもよくわからないような状況っていうのをかなり目の当たりにもしたんですよね。やっぱりこんな状況になると思ってなかったっていう方が多いんですよね、被害に遭われている方では。逆にまあ避難所等に行くと確かにその情報を聞いて避難行動に結びつけている方もいるということで、やっぱりその情報の大事さっていうのは、報道記者の時にすごく感じたことで、やっぱり何かが起きてから動いてそれを伝えるっていうのが報道記者の役割だったので、私としてはそういう役割ではなくて、気象予報士の資格も取ってましたし、被害を未然に防ぐための活動がしたいと思って、まあテレビ局を辞めて気象キャスターを目指したという経緯があります。まあ、私もそういったことで最初は科学がすごく興味があって、まあ、仕事もそういうことでやろうと思ったんですけどね、はい、まあ、就職するならと思っていたら、やっぱ統計学とか使える、はい、やっぱりまあ経済学とかですね、統計学、そういったことの関係で金融機関ということにしようかなと思って、まあ、結果的に保険会社に入ったんですけどね、はい、まあ、保険会社ってもうコテコテのまあ営業の会社なわけなんで、見場は本当文系の会社なんですけど、やってることはいろんな確率であったりね、はい、いろんなそういった統計学をやってることであって、いやいや、なんか保険会社に入ったらね、縁がないかなと思ったら、なんかそういった科学的統計的な話が仕事に接することが多くなったんで、これはまた転職だったのかななんて思ってんですね、はい、天気予報を私は日々伝えてるんですけども、正直天気予報を見るだけでは災害から防げるとは思ってないんですよね。やっぱり実際に台風が近づいたり大雨が降った時に行動するためには、ある程度事前にもう準備しておかないといけないことっていうのがやっぱりあると思うんですよね。そういう意味ではハザードマップとかで自分が住んでいる場所にどんな危険があるのかっていうのがまず前提として知っていて、初めて気象情報を生かして防災行動につながる、で避難すべきなのか、自宅にとどまるのか、自宅にとどまるんであればそれに合わせた、道具も用意しておかないといけないですよね。食事であったり水であったりとかっていう、自分が住んでいる場所に、どういう
土砂災害であったり、まあ、川のそばで氾濫が起きる恐れがあるかというようなことを、まあ、まず知っておくということが大前提になるとやっぱり思っています。かなり広域な災害になると伝えきれないんですよね、全国放送でも。一番危険なとこじゃなくて、まあ、これから危険になるとこだったりとか、うん、2番目3番目にも危険なところがあっても、伝えきれないっていう現状が、うん、台風19号もそうでしたし、その前の西日本豪雨の時も、うん、そうでしたね。そうなんですよね。ですから、まあ、マスメディアとしてのこう広く危険を周知するっていうことも大事なんですけど、その先にもっと個人が自分から情報を取りに行って、うん、それを生かすような社会になっていかないと、本当に見て情報が生かされないですし、被害も減らないと思うんですよね。私ちょっと勉強不足だったんですけど、保険会社の仕事っていうのは事故とか災害が起きた時に、まあ、いかに迅速に、ね、いかにサポートをするかっていうのが、まあ、仕事だと思ってたんですけども、まあ、今回対談の話があって、いろいろ見させていただくと、その事故や災害が起きる前段階から、まあ、それを防ぐ取り組みをいろいろされてるっていうのが正直あまり認識していなかったんですよ ね。 そうですね。ちょっと前までは自然災害っていうと例えば50年に一度とかですね、何年に一度っていう大災害ってことが多かったんですけど、最近は毎年のように起こりますし、1年何回も大きな台風が来たりするわけで、ですから私どももこれは横浜国立大学さんとまた私どもと、はい、また世界的な保険のブローカーであるエーオンジャパンさんというところと、要は災害の時に気象衛星のデータを使って、はい、それ でなおかつ私どもの、まあ、過去にいろいろお支払いした保険金のデータを合わせると災害の予測ができるっていう、うん、そういったことの、まあ、ロジックなんですけども、はい、そのことによって、まあ、台風の予測をしていただくと、その経路に基づいて市町村別にどのぐらいの、棟数の被害ができるかとか、うん、そういうことを立ちどころに予測する CMAP っていうんですけどもね、一般公開サイトでそういった被災の予測をする、そういったデータを、まあ、広く一般の方にお見せする、そういったサイトを作ったんですね。私も見させていただいたんですけど、情報って一つだとなかなか人って動けない、動いてもらえないなっていう思いもあるので、やっぱりそういった複数の情報が重なって初めて人は行動に移りますので、そういう新しい情報がこう一緒に見れるっていうのはすごく意味があることだと思います。去年関わらせていただいたドラマの気象考証も担当したんですけども、やはりそのドラマの中でも、例えば雷が鳴った時にどういうふうに対応した方がいいとか、で日々どういうふうに気象情報を活用した方がいいかっていうのを、まあ、できるだけドラマの中にこう分かりやすく入れ込んだつもりなんですけども、そうするとやっぱり普段ニュースは見なくてもドラマを見てる方とかはいますので、普段興味がない人にも興味を持ってもらう、その辺こう実際に興味を持ってもらうための取り組みっていうのはどういうことが、私どもの、まあ、プロの代理店の皆さんはハザードマップを使って、はい、要はお客様のところは活断層から何キロですとか、もしくは水災危険が何パーセントありますみたいなことの、まあ、結構この厚くなったデータをお渡しして、はい、それで保険をどういう危険に対応しますかっていうことをお客さんとご相談させていただいて保険契約するっていうことを今やり始めてるんですね。でそのことによってお客さんに興味を持っていた、なんだあのところに活断層走ってんのかと、じゃあ地震保険で入っとかなきゃまずいなとかですね、はい、代理店の皆さんが日頃そういったことでご案内してるってことがやっぱりこれからもっと必要になってくるっていうか、アドバイスが非常に影響が出てくるんだと思いますね。そういう意味ではその気象とか防災に関するこう教育っていうのもすごく大事だと思うんですよ ね。子供の頃からその防災だけだとどうしても何なんしなくてはならないっていうのだとやっぱり長く続かないと思うんですよね。ですから子どもの頃からやっぱりこう自然に触れて興味を持ってもらうっていうこともやっぱり大事だと思っていますので、台風とか地震とか自然災害っていうのは確かに脅威ではあるんですけども、やっぱり自然っていうのはそういう怖い面だけではなくて、観光ですとかいい面とやっぱり両輪で表裏一体で伝えた方がいいとは思うんですよね。
火山って怖いもんだなってみんなそればっかり意識がいってると思うんですけど、うん、日本で火山があるところに何があるかってやっぱり温泉があって、うん、そういうあのいい面もやっぱり事前にはありますので、うん、やっぱりきちんと情報を知って、うん、あの正しく怖がるっていうんでしょうかね、うん、そういう教育の部分がすごく大事な気はしてます。やっぱりこうメディアとかそういう情報だったり数字的な情報だけではなかなか人が動けないっていう面もあったりしまして、それこそ東日本大震災の時は結局何がきっかけで逃げたかっていうと、まあ、隣近所の人が一緒に逃げようって言ってくれたから逃げたっていう事例もかなり多いというふうに聞いていますので、まあ、最終的にはそういった、まあ、地域でのつながりとかがあの実際の行動には、直結したりもしますので、防災では正常性のバイアスという言葉もあって、うん、あのどうしても自分は大丈夫だろうとか、うん、こう楽観的に考えてしまうところがあるので、うん、地域社会としてもそうですし、まあ、企業としてもそういった新しい情報がこう増えていくと、うん、複層的に情報がつながっていくことで、災害の軽減になっていくんだろうなとは思っております、うん、はい。まあ、保険に入っていただくということはこれ自助っていうか自分でこうやる自助ですね、はい、で災害が起きた時にいろんな超公共団体とか国からいろいろ支援を受ける、これは公助っていうことだと思うんですね、はい、でもこれを2つだけじゃもうやっぱり足らないわけ で私でも共助って呼んでますけど、はい、やっぱり近所の方と日頃のコミュニケーションを持っていて、うん、あそこにはお年寄りがいるなとか、うん、多分災害の時には一人じゃ逃げられないみたいなことをいろいろこうネットワークを持って普段から接していることがいざ災害の時にですね非常に役立つというふうに思ってるので、公助自助だけじゃなくてやっぱり共助っていうことをやはり今地方公共団体の方も今それに今フォーカスされていろいろ取り組みされてるんだと思うんですね。地震があった後とかっていうのは土砂災害も起こりやすかったりもしますし、避難所での不自由な生活をされている方も多いので、天気予報気象情報というのは、まあ、そこの地域により特化した詳しい情報をお伝えするということもあるんですけれども、ただその情報をいつまで続けるんだというのもやっぱりまた考えたんですよね。天気予報というのはやっぱり日常のものでもあるので、早く日常に戻す必要もあるというふうにやっぱり思ったんですよね。そこの放送ばっかりしているとやっぱりそこをまあ、逆に風評被害につながる恐れもありますし、考え続けながら伝える必要があるんだろうなというのはすごく、感じましたね、うん、まあ、私ども保険会社っていうのは基本的には事故が起こったり災害が起こった時に保険金というお金をお支払いする、はい、まあ、これがまあコアな、まあ、世界なんですけど、じゃあいかに早くお支払いするかということになるわけですけども、はい、まあ、大規模自然災害で言いますと、もう多くの方々が一斉に被害が遭われていて、実際に一軒一軒お客様のところに行って被害を確認するっていうことは非常に手間がかかるわけですね。ところがその一帯が水没してるってことになれば、例えばドローンでこう飛ばして空から映した画像でここでも水没してるってことが分かるとかですね、今やもうお客様のスマホで家屋をこう映していただいて、専門家がこうアドバイスして、じゃあおいくらですねって、そこまで今やれるようになってるんですね。ほとんどリモートでできる。でこのことがこの2年間でコロナになってまたこれ威力を発揮してるわけですよ。もう何千人も社員が押しかけて調査するなんて今密でできませんから、はい、それがリモートで、それでもなおかつ、ペーパーレスで、それではデジタルでやることによって全国で分散処理ができたりしてですね、そういったことが今コロナの中でも非常に威力を発揮して、そのことによって逆に早くなってるってことで支払いが、いうことは今画期的に進まさせていただいているところですね。私どもいろいろ合併した会社なんですけどもね、その一つで童話火災っていう会社がありまして、そこの童話火災の、まあ、コレクションとしてですね、まあ、過去からのいろんな災害の、まあ、認識であったり、そういったいろんな資料をこうコレクションしてるってのがあるんですけども、昔から自然災害が頻繁に出てて、地震も頻繁に起きてて、またまあコロナじゃないですけどもいろんな疫病も
時々に流行ってるっていうのを見ますとね、はい、やっぱりそういった過去のいろんな歴史なりやっぱり教訓なりそういった経験をこれから生かしていくってことがさらにやっぱり必要だと思うんで、改めてそういった昔のことからのそういった資料を皆さんで見ていただいていろいろ感じていただきたいなというので、これからどんどん積極的に、全国でこう展示をしていきたいというふうに思っています。やっぱりその過去のデータがあって初めて未来も予測できると思うんですよね。でそういう意味では実際にそういう資料が大量に出てきてっていうのはすごくその研究サイドからもすごく注目されてるとは思うんですけれども、実は私もそのある方から過去60年私が生まれる前の、昭和24年からの、まあ、気象災害に関わる新聞のスクラップを収集されてたものを私は譲り受けたっていうのがあるんですけども、やっぱり表現の違いも、まあ、の過去と、まあ、今とだとだいぶ違ったりですとか、その災害の伝え方自体もだいぶ変わってきて、あこういうふうにこう変わってきたんだっていうのをやっぱりその過去の資料を見ることですごく分かったこともあってですね、改めてその過去の資料が残ってるってことが大事だなっていうのはすごく感じてるんですよね。新しい、自然災害に対する取り組みとしては、宇宙天気に今関わっておりまして、太陽フレアとか太陽の爆発によって地球周辺の環境に影響があって、今企業です、まあ、人工衛星ですとか、大きなものになると電力とかそういうのにも影響すると今考えられてるんですけど、まだその宇宙天気という言葉自体を知らない人も多いですし、衛星に影響ができると GPS に影響が出る恐れがあるということが今懸念されていて、まあ、ドローンの配送事業ですとか、それこそ車の自動運転などもまあ GPS を使っていますので、そういう人間の社会自体がその宇宙利用が増えていく中で、宇宙天気に脆弱な今社会になりつつありますので、まあ、これからよりその宇宙天気の観測予測が必要になってくるという思いで、その実際に今総務省が開いている宇宙天気予報の高度化の在り方に関する検討会というのこのメンバーにもさせていただいて今取り組んでいるところです。やっぱりその気象予報士なので意識としてはその未来のところを普段見ているので、やっぱりその大事なことは災害ってやっぱりそのどうしても自分は起こらないだろうとなんとなく思ってしまってるんですけども、やっぱりこう運に任せるのではなくて、やっぱり未来を見てそれに備えるということがすごく大事だと思って活動しています。今日お話を伺っていて自分が思っている以上に気象情報とか防災情報というのが、いろんなところに生かされているっていうのをすごく感じました。我々も、C-MAP で気象衛星からのデータとかいろいろ活用させていただいてるんですけど、やっぱ気象だけじゃなくて太陽の問題であったり宇宙の問題であったり、そういったことは、我々としてもこうどんどん取り入れていかなきゃいけないデータの一つだなってことがすごく分かりましたので、そういったことに先駆けていろいろ取り組んでいらっしゃるということなんで、ぜひそういった最先端のそういったデータをですね、私どもがどう活用するかみたいなことでさらにまたいろいろディスカッションさせていただいて、どんどん私どもも、活用させていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ぜひよろしくお願いいたします。